んにちは。資産構築アドバイザー塚本真代です。はい、この動画ではこちらです。稼いでもこれでいいやと思わないっていうこの動画を撮っていきます。はい、まあこの動画を見ることによって稼いでいった中でですね、例えば目標が5万円っていうこと、1ヶ月目にじゃあ5万円稼げましたってなった時に、2ヶ月目にも5万円っていう目標を立てるんではなくって、やっぱりもっともっと上を目指していった方がいいと思うんですよね。で、これは、まあ、現状維持とかの問題にもなってくると思うので、そのじゃあ現状維持がなぜ危険なのかとかっていうところについてもお話をさせていただきますので、最後までご覧ください。まあ、これですね。これは、まあ、現状維持が一番怖いというところです。危険だということで、ちょっとこの危険なところ後でお話ししていくんですけども、稼いでいく上でですね、まあ、目標は絶対立てないといけないですね。これは目標を、必ず立てる、目標を立てる。で、立てた時に、じゃあそれを達成した。例えば、私は、じゃあ100万稼ぎたいんですよって言いながら、でも今月は5万円でいいやって思ってたら、これって結構危険で、なんでかっていうと、5万円稼いだ時に、上を目指そうとしないんですよ。なので、それだったら、もう月収目標100万円って掲げておいて、そこにたどり着くまでずっと努力はしていったらいいと思うんですね。っていう風に、目標っていうのはもう高い位置で決めた方がいいです。絶対に高い位置ですね。で、これがないとやっぱ稼げないですし、まあこうやって稼いでいってもこれでいいやと思わないっていうことは、例えば、まあ、さっき言った月5万円ね、稼げるっていうことで、月5万円を稼いでしまったらもうそれでいいやって思っちゃうんですよ。なので目標は絶対高い方がいいっていうところなんですが、結局ですね、これは、その後に、じゃあ現状維持でいい。まあ、例えばこのビジネスとか一切しなくって、投資も副業もやったことがありません。で、今は会社員のままで全然いいんですって言ってる人ほど結構危険なんですね。で、なんで危険かっていうところ、ここを、まあ、もっと詳しく徹底的に調べた方がいいのかなって思ってます。で、実際に、現状維持ってめちゃくちゃ楽なんですよ。めっちゃ楽です。めっちゃ楽。何が楽かっていうと、人間って、変化を恐れない、変化をしたくないんですよ。基本的には。変化を起こすことを、すごい危険だと思っちゃうんですよね。ね、なんか、周りであんまりやってないこと、例えば周りに、じゃあ私は結婚しますって言ったら、おめでとうって言ってもらえるかもしれないです。結婚してる人が多い、まあいるわけじゃないですか。だから普通なんですよ、これは。ただ普通じゃないこと、例えばじゃあ投資やりますとか副業やりますって言ったら普通じゃないことなんですよ、一般の人からしたら。で、それを相談した時にやめときやって言われちゃったら、それでこそ自分はじゃあ現状維持でいいやって思っちゃうんですよ。それが楽なんですよ。楽だけど、じゃあ本当にこの稼ぎですよね、稼いでいけるのかって、その現状で稼げないんですよ。で、稼げないって分かってるんだったら、なぜ、まあ、飛び込まないのかっていうところですね。で、飛び込んだらやっぱり現状維持ではなくって、いいことってめっちゃあるんですよ。で、これは、まあ、成功もそうなんですけど、まあ、成功に近づける。ちなみに、成功に近づくまでには、必ず訪れるのって、この失敗なんですよ。で、失敗はね、した方がいいです。いっぱいした方がいいです。私もすごい、まあ、いろいろ借金とかあったわけなんですけど、騙されてきたりとか、いっぱいありました。はい。ただ、その失敗があったからこそ、まあ、全然今成功とも思ってないですけど、成長はできてると思ってるんですよね、私は。成長。これはね、成長していかないといけないです。何もかも。だって、今はもしかしたらあなたの周りで、まあ、あなたのじゃあ目の前にタイミングとして、これをやった方がいいよとか、副業やった方がいいよ、投資やった方がいいよっていう案件が目の前にあるんだったら、飛び込んでみた方がいいんですよ。
で、まあ、よく私思うのは、まあ、100人いた中で、ここに100人いた中でですね、100万円月収100万円稼げる人ってどれぐらいいるのかって、まあこれ仮にですよ、1人だったとするじゃないですか。っていうことは、この99人の、人の考えることと一緒だったら100万円なんか稼げないんですよ。だってそうじゃないですか。今この世の中に、じゃあ月100万稼いでる人とか、じゃあ年収1億稼いでる人ってどれぐらいいますかって言ったら、めちゃくちゃ数は少ないはずです。で、またこれ男性女性でも変わってくるんですけども、女性であればもっと少ないんですよ。月収100万稼ぐ人って。そしたら、じゃあ月収100万稼いでいく過程で、私は、いろんな方に言われました、やっぱり。何やってるん、そんなビジネスやって稼げんの、ほんまに儲かんのとか、めっちゃ嫌味言われましたよ。けど嫌味言われる反面、私は、まあ、失敗してくれてんねやなって思いながらも、あとは仲間ですね。やっぱりもっともっと稼いでる仲間がいてたわけで、その人たちからそういった情報をもらった時に、まあやるかやらないかだと思うんですね。で、そこで私は結構、まあ、やっていったっていうのもありました。なので、まあ、もちろん失敗することもありますし、失敗を、積み重ねていって成功とか成長になると思ってるんですね。で、ある人の発言で、この成功っていう漢字の中には、失敗っていう文字がめちゃくちゃなんて言うんだろう、ここにわーって、失敗っていう文字が組み込まれての成功なんだよって言ってるものがあって、まあそれはそれでなんかね、私はすごい納得できたんですよ。あ、そういえばそうだなって。やっぱ成功してる人でも、いろいろね、失敗されてることなんていっぱいあるんで、それこそ、もし今悩まれてて、今副業始めたいとか、まあビジネスやっていこうかなって思われてる人であれば、相談したいんだったら、この99人の凡人の人に相談はしないでください。やっぱり稼いでる人ですね。まあ成功とか成長していってる方に、こういうことをやってるんですけどどうですかって聞くのが一番だと思ってます。はい。ではでは、まあそんな感じでですね、まあ稼いでもこれでいいやと思う。あと現状維持ですね。これがね、めちゃくちゃ面白くって、ゆでがえる現象って、ゆでがえるの現象っていうのがあるんですよ。現状維持バイアスとか言われたりするんですけども、これは、カエルは、例えばこの熱湯、めっちゃ熱湯です。はい。熱いです、この中に。ここにカエルをポンと入れるんですよ。そしたらカエルはびっくりしちゃってポンと出ていくんですよね。けどこれ水のうちから入れておくんですよ。これ熱じゃなくて水のうちから。そしたらカエルさんは気づかないんですよね。そのまま熱くなってても、でなくなっちゃうらしいんですけど、これって結構怖いのが、このゆでカエルになってはいけないっていうことです。で、今時代って移り変わってます。時代は移り変わってます。ということは、皆さんはこの時代に乗らないといけないんですよ。いろいろニュースとかでも言われてると思うんですけど、ニュースとかも鵜呑みにするんじゃなくって、情報として捉えた方がいいと思ってて、例えば仮想通貨とかも、結構危険だよっていう人の方が多いと思うんですよ。ただ仮想通貨買ってる人って送り人とかになってたりするわけですよね。だから、まあ、ネットの情報もそうなんですよ。インターネットでバーって調べたときに、あ、これは悪い情報だ、いい情報だっていうわけじゃなくって、しっかりとその人から本当に聞いてみたのかどうかとか、やり方を聞いてみたのかどうかっていうところはしっかりね、聞いていかれた方がいいですね。で、まあこれ、なんでゆでガエルさんはそうやってまあ死んでいくのかっていうことなんですけど、まあ水のね、ところから、わからないわけなんですよ。だから今で言うと、まあこれ別に会社員の方が悪いとかじゃないんですけど、じゃあ会社にいてます。会社でじゃあ給料一緒のままずっともらい続けてた時に、これ来年の10月とかって消費税が 10% に上がるわけですよね。だからわからないままなんですよ。わからないままずっとここにいるって感じです。で、それを現状維持じゃなくて、あ、危険だなって思った瞬間に出ていかないと。
これはもう熱がある時にはピョンって入ってピョンと出ていくみたいなっていうぐらいの、行動力は絶対持ってた方がいいと思ってるんですよ。行動力がなければやっぱりこうやって現状維持をしてしまいます、はい、で、まあ、かなり現状維持は危険っていうことと、あとはまあ稼いでもこれでいいやと思わないっていうのは、しっかりとその前向きにここまでって決めずにずっとずっと上がり続けていった方があなたのためではあると思うんですよ。で、あとね、これね、稼いでもね、いいやと思わない、これでいいやと思わないっていうことは、一つ、もう一つ言えるのは、仲間ですね。仲間は絶対持ってた方がいいです。で、年収1000万とかって、全然足りないですよね。はい。周りの人も言ってましたけど。っていうぐらい、稼いで、1000万でも置いておきたくないって言うんだったら、やっぱ仲間は必要です。というか多分ね、一人だったらね、年収1000万とかいかないんですよ。絶対に、この会社でもそうじゃないですか。一人でうまくいったのかって言ったら違いますよね。やっぱり上司がいてたりとか、教えてくれる人がいたわけであって。それはもう何でもそうです。じゃあ、私たちのように、この投資とかビジネスとかでも稼いでいこうって思った時に、必ずそのプロであるとか先生に教えてもらわないと、まあ、その仲間を、やっぱ仲間がいないと、やっぱ上に上がっていこうっていう気持ちにもなれないんで、まあ、モチベーションアップですね。まあ、モチベーションとかっていうところで、しっかりとそれは、構築を、仲間の構築とかをしていかれたらいいのかなというふうに思います。はい。で、今回は稼いでもこれでいいやって思わずに、しっかりと、現状維持じゃなくって、行動を移したりとか、あとはまあ目標しっかり立てていってもらえたらなと思ってますので、まあ目標とかあんまりよくわからないとかいう方は、全然私一緒にその目標を立てていったりとかアドバイスはさせていただいてます、まあそういう方は LINE アットにね登録していただけて、まあご連絡いただけたらなと思います。そしてこの YouTube もいろんな動画撮ってますので、資産構築法っていう形で撮ってます。マイチャンネル登録もしておいてください。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございます。